どうも、竹の今竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日は木曜日恒例ハイボール選手権の日でございます。ということでハイボール選手権、今回第4回ハイボール選手権やっております。日本の蒸留所対決ということで、先週までの結果こうなっております。はい、ちょうどね、中盤戦に10本選んでるので全9戦あるんですよね、各ボトルで。3巡終わって4巡目ですね。今4巡目の半ばになりました。先週ついに全勝がなくなって、みんなね、いっぱいはついてしまったという感じで、まだまだ優勝争いはさっぱり見当もつかないという状況ですけど、はい、こんな感じで今後も楽しみです。はい、で今日の対決はこの2本です。こちらシングルグレーン富士対シングルモルト桜尾、この対決ですね。はい、まあまあ、またね、グレーン対モルトっていうことで、どっちが今日の僕の気分に合ってるか。まあ、ともにね、共にっていうか、富士の方は46度あるんですよね。桜尾は43度。まあ、3% のアルコールの違いはありますけど、飲み応え的にはそうね、3度ぐらいなんで、そこまで極端な差はないというところですけど、さあ、今日の判定はどうなるか。まずはハイボールを作ります。はい、ハイボール選手権、まあ、こうやって2本ずつです。2本ずつね、対決を毎回するんですけど、一応ね、同じ条件でハイボールを2杯作ります。300mg をこうやってしっかりと、両方ともね、まずは冷やして、そしてこれ 300ml 入るグラスなんですよ。で、氷を満たして冷やしてですね、で冷えたら、まあ、氷が溶けてますんで水が溶け出てます。その溶けた水をまずは一旦捨てますね。そして、その上で、はい、ウイスキーをね、30ミリ入れます。ワンショットです。ワンショットっていうの、30ミリっていうのは、まあ大体日本のね、普通バーでウイスキー一杯頼むと、普通大体30ミリのワンショットで、提供されることが多いので、うちもね、一応宅飲みバーということなんで、それに習って30ミリでウイスキーを入れます。そして、30ミリウイスキー入れて、ウイスキーも冷やして、そして炭酸を満たして、同じ条件のハイボールを2つ作るという具合です。はい、ということで1杯ずつ作りました。さあ、今日も対決、色合いは富士の方が若干濃いですね。はい、では富士からいただきます。富士のハイボールの味です。僕はこの富士好きなんですよね、結構。グレーンウイスキーなんですけど、シングルグレーンなんですけどね。チタと比べて、チタはね、ライトで飲みやすく仕上がってあるんですけど、こちらはね、飲み応えもしっかり訴求してるなと思います。グレーンの甘さがしっかり引き立ってて、少しね、バーボンっぽい、ニュアンスがある。ぐらいに、グレーン感が強まって、だからグレーン的な樽感ですよね、っていうのが強まって、甘みがその分やっぱ強いっていうのもあってですね、まあ、下もね43度、こちら46度、まあ同じグレーンウイスキー、まあ飲むシチュエーションによってですね、食事とは何でも合いやすいのは多分下ですね。ただもう本当にこれね、ストレートでも全然こう問題なく、非常に味わい深い、グレーンウイスキーなんで美味しいです。まあただ今日の僕の気分でどっちが勝つかは分かりません。はい、では桜をいただきます。
富士を飲んだ後だと、この前のね、先週の、チタトン何やりましたっけ、何かやりましたけど、あのモルトの方が良かったっていう、モルト感が、なんかやっぱね、富士を飲んだ後だと、モルトに帰ってきたなーって味わいと、桜の方は意外とピーティースモーキーさがあるなっていうのが飲み比べるとよくわかりますね。多分ね、単体ではそこまでね、激しいスモーキーさじゃないんですけど、飲み比べると、おー、なるほど、ピーティースモーキーだって感じになります。はい。富士を、二口目です。甘いグレーン感がいいですね。このキャラメルのような甘さ。飲み応えがあるグレーンウイスキーだなと思いますね。富士御殿場蒸留所、まあ、マスターブレンダーの田中さん、田中城太さんは、あのフォアローゼスで修行されてるということで、バーボンがね、やっぱ得意、グレーンが得意なんですよね。で、富士御殿場蒸留所もあのヘビーキあ、ヘビー、ミディアム、ライト、3つのグレーンを作り分けてて、それをうまくブレンドしてるのがこの富士になります。はい。はい、じゃあ桜尾です。比べるとやっぱり、なんか飲みやすい。スーッと入ってきます。桜尾はですね、意外なことにこれ定価6600円なんですけど、普通にネットで買えますね、今でも。なんだったらアマゾンなんかはもう定価を下回って5980円、だったかな、6000、違うな、なんぼですかね、6580円とか6600円、まあほぼ定価ですけど、で送料無料とか、そんな形で出てますね。意外と、まあ言っちゃ悪いんですけど、人気がないなという感じは正直受けますね。トーチの方が人気があるのかな、シングルモルトでいうと。僕もトーチは持ってないんで、ちょっと今度調べてみようかな。桜を、まあ、最近の日本のね、新興蒸留所のシングルモルトとしては6600円。高くはないと思うんですけど、まあ、普通に考えたら3年で6600円高いですよ。でもまあ、昨今のジャパニーズウイスキーを見ると、まあ、そうでもないんですけど、まあ、こんだけ普通に定価で買えるっていうことは、まあ、生産量も多いっていうのもあるんでしょうけど、人気の面もどうなのかなと正直思ってはおります。はい、富士です。富士はもうどこまで行っても、グレーンの味わい深さ、少々氷が溶けても、甘い美味しさです。結構バーボンに通ずるものありますね。ただね、バーボンのこうネガティブ面っていうか、溶剤感とかそういうのはないので、飲みやすいっていうのはありますよね。さあ、桜を比べると圧倒的に桜の方が飲みやすいっていうか、食事に合いやすいのはどっちって聞かれたら桜尾ですね。なんか相手を選ばない感じです。はい、厳しい。うまいです。最後まで甘いです。桜尾。モルティー&スモーキーです。さて判定。判定します。安定というか、
勝敗を決めます。はい、では判定に移りたいと思います。グレーンかモルトか、はい、決めました。今日の勝ちは、まあやっぱり無事かな。まあグレーンかモルトかっていうのはあったんですけど、単純に富士のが美味しいですね。この2つのハイボールを比べてみると、桜尾は正直やっぱりね、ちょっと若い、熟成感が足りないので、味わいがやっぱりこうハイボールにしてしまうと平坦というか、まあまあその辺の安いウイスキーに比べたらしっかり味はあるんですけど、まあこのクラスのシングルモルトとしては、シングルモルトとしては少し味わいが足りないかなと。その点富士はやっぱりもうしっかりね作り込んでる味わいが、グレーンの甘さとか熟成感も全然違うなというのは正直思いました。まあ桜をね、桜尾は何勝何敗かなちょっと覚えてないですけど、まあ富士がやっぱり美味しいなというのが正直な今日の感想です。はい、ということで今日の勝敗を含めた勝敗表こうなりました。さてこの2本は何勝何敗か、僕は覚えておりませんが、まあ中盤に入ってきて4巡目も半ば、まだまだ先が見えない状況です。来週これ楽しみに僕もやっておりますので、皆さんも木曜日ね、ぜひまた見てください。はい、ということで今日はハイボール選手権をやりました。タクノイバータケは毎週木曜日はこんな感じでハイボール選手権やってます。他の曜日はまあウイスキーがメインですけど、いろんなお酒を飲みながらいろんなことをやっております。ウイスキー好き、お酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタクノイバーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。